じゃ、こんにちは。7月の楽しみの一つ、七夕すぎると、うん、お祭りだね。お祭り、そうです、お祭りやってきます。海水浴今年できるところもありますからね。スイカ割り、花火大会、楽しいお祭りですね。それしかないんですか、豊さん。汗だくになるんだよね、俺は。なんでですか。いや、太ってるからその前にちょっと絞りましょうよ。まあ、そうだ。まあ、その夏休みのお祭りも楽しいですけれども、夏休み前にもう一個お祭りがありますよ。まあね、オールスター、そうです、オールスターの、ファン投票での結果が発表されました。はい、セパともに、はい、俺が思うのはさ俺テレビ見てて発表になりましたって、はいはい、うーんとか見てて、うん、って思ったことは何だと思う。ジャイアンツが入ってない。これあのツイッターでトレンド入りしてました。俺らの時は、まあ、最低でも6人。そんなにですか。ああ、そんなに入ってたのか。まあ、例えばピッチャー江川さんとかさ、キャッチャー山村さん、ファースト中畑さん、はい、セカンド篠塚さんで、サードに原監督ね、はい、でショートがちょっと手薄だったんだよね。あ、で外野手に行って松本さんが入るか、まあ、クロマティだとか、うんうん、吉村だとか、もうオールスターとか、オールスターメンバーじゃない。いやいや、いたんだよ。その中で俺一回さ、はい、ショートでファン投票で選ばれたんだよ。やった、すごいだろ。すごいです、ファン投票だぜ。すごい、ショートでですか。ショート、セカンドじゃなくて。いや、俺もセカンドとショートをこうやってた時期があってね、はい、やっぱ嬉しかったね。そのやっぱファン投票で選ばれるっていうのがどういう格別だよ。あれ、豊さんの時代って、例えば途中の結果とかっていうのは分かってた。あ、分かる分かる、毎日出てたから、新聞に。豊さんもずっと1位を死守してたんですか、それともこう。いやいや、大体1位で行ってたと思う。ショートはね、その時ジャイアンツがね、はい、あんまりいなかったんだよ、うんうんうん、岡崎がたまにやったりだとか、他に誰がいたんだよね、はい、でそれが代わり番号出てるから、はい、そんなファン投票っていうことにもなんなくて、はい、いや、俺8回出てるオールスター。ユタカさん、そんな出てる。お前何知らなかったのすごい、これはすごいことですよ。8回な。だって1とも出られない人だっているわけじゃないですか。まあまあ、現役生活14年間で8回、はい、あ、半分で8回出てて、8回3割打ってんだよ。だ、オールスター男ですね。まあ、MVP が1回、はい、大失態も1回して大失態1回関根さんの、そうそう、まあ、その話はいいとしてさ、今回はね、はい、うん、やっぱオールスターでさ、まあ、選ばれるにしても、はい、ファン投票で選ばれるとね、鼻が高いんだよね、はい、あ、そうなんですね。あ、まあ、今年なんかは阪神から佐藤中野っていうさ、はい、ルーキーが2人選ばれてるよね。そうなんですよ。というより阪神多いです。1,2,3,4,5,6,7名です。だ、すごいよね、はい、そういう状態だったから、ジャイアンツが毎年のように。それがさ、今年一人もいないって、はい、いないんです。ちょっとおかしい、おかしいな、なんか詰まっちゃったよ。もうあまりの、いや、あの、なんか俺は坂本おじさんで、そうですね、まあ、ショートは坂本だろうと思ってたんだら、はい、中野でしょ。中野選手です。どうなってんだって。中野が悪いっていうわけじゃないよ、はい、もう全然中野だって頑張ってたしね、うん、頑張ってるし、はい、でも全日本の言えば、はい、キャプテン戦は置かないとかなんとかって稲葉監督が言ってるけど、はい、まあ実質キャプテンみたいなもんじゃない、坂本が。まあ、そうですね。で2000本も打ち、はい、うん、ショートで歴代最高の250本も打ち、はい、そんな選手がファン投票で選ばれない。2位ですね。2位ですねじゃないんだよお前そんな簡単なことじゃないんだよ。2位。ちなみに中野選手は293,009票、うん、で2位の坂本選手は212,036票ということで、約、ま、8万票近い差があるんです。まあ、阪神もね、うん、はい、セ・リーグをここまで引っ張ってきて、はい、よく頑張ってるよ、はい、中野の方が人気あるみたいな。いや、中野が悪いって言ってるわけじゃないよ。中野は中野でいいよ、はい、別にいいよ、うん、それはね、はい、ただ俺さ、ジャイアンツから一人も選ばれてないっていうところに、なんかすごく違和感がある、ね、あ、まあ確かに、はい、選ぶとしたら、うん、じゃあ誰選ぶって言ったら、いないよ。例えば、まあ、岡本とかね、
あ、そうですね、うん、あの打点トップのね、はい、岡本だとか、うん、まあ、菅野が万全であれば、まあ、菅野っていう可能性もあったし、はいはい、まあ頑張ってるウィーラー、そう、まあ、一塁で、うん、っていうことなのか、まあ、外野になるのか。一塁誰だ。一塁はですね、マルテです、阪神。まあまあな。二番がウィーラーなんですけど、あ、もうあの10万票近くでしょ、はい、差ついてる。だから阪神のファンってすごいよな。すごいです。そうやって ただですよ、うん、サードは村上選手なんですよ。で2位が大山選手、まあ、3位が岡本選手なんですけど、大山調子悪いからな今。そうなんですねそこはやっぱシビアに、まあシビアね、見てるっていうことも考えられますよね。いやだから、あ、こんな時代が来るとは俺思ってなかったから、はい、だからちょっと不思議だったよね。そうですね。ちなみにジャイアンツの先発はもちろん菅野投手があの入ってるんですけど、6位なんです。6位、うん、それはもうしょうがないよ。だから今年の成績だとか、まあそうですね、その故障で2度抹消だとか、はい、それはもう仕方ないと思う。ただ5位に藤浪投手は入ってるんです、先発で。先発ね、はい、まあ藤浪は人気があるっちゃね、ファン投票だからね。あくまでファン投票ってことですよね。我々の時代よ、うん、プロ野球の人気を独占してた巨人が一人もいないっていうね、はい、これ今までジャイアンツの選手がファン投票で入らなかったっていうのはこれ初めてなんじゃないかな。多分初めてなんじゃないかなと思うけどね。だツイッターでこのファン投票の結果が出た時にあのすごいフラグというかあの炎上ではないんですけど、わ、ジャイアンツの選手が入ってないっていうのが、いや、俺も違和感ものすごく感じたよ。やっぱりそうなんですね、うん、でもいや、今年は、はい、まあ、例えば丸とかもね、はい、あ、一回ファームに落ちた、うん、あ、梶谷、一回怪我したなって、はい、まともに働いてる選手ってなかなかいないんだよね。そうですね。で岡本、あ、悪かったな、春先、うん、でもホームランとか打点、まあ打点は1位だけど、うん、ホームランも追いついてきたなって、あ、岡本あんのかな、あ、まあでも坂本はあるだろうってノイキー。いつだ、坂本選手はファン投票1位になると思ってたんですね。そりゃならなきゃ俺おかしいと思ってたもん。そっか、坂本はこれから引退するまで、はい、ファン投票で1位をずっと取り続けるいや、怪我さえなければね、はいはいはい、なんかそんな感じでいたんだよね。ニュー、もう、まあ、ライバルというかニュースターが現れましたね。でもプロ野球界の野手の中で言えば宝じゃない、はい、だから選ばれないっていうのがちょっとびっくりした、ね、まあ、そのぐらい今中野選手の勢いもすごいってことでしょうね。まあ阪神の勢いと、うん、まあ、中野がね、はい、よくでも頑張ったと思うよここまで。そうですよね、うん、回を打ってた時から2番に上がって近本と1、2番を組んだりだとか、はい、いや、この快進撃、阪神の快進撃はね、はい、ここまで支えてきたのは、うん、やっぱり中野の力っていうのも大きいし、はい、まあ、例えば木浪だとか、うん、いろんなショートで争ってた選手たちをもうなんかこう追随を許さないというか、はい、もう自分がもうショートのレギュラーを取るみたいな、うん、そういう勢いもあったしね、うん、だからそれは何のあれはないんだけど、うん、プロ野球全体を見渡していろんな記録、うん、で中野は1年目じゃない、はい、坂本何年目だと思ってんの で積み上げてきたものがあるじゃない、はい、え、それ入らないみたいな。あ、うん、じゃあセ・リーグに関してはショートだけが一応坂本おじさんとしてはあれどうしちゃったんだろうって思ったってこと。他はいい、他はもう別にいいと、うん、あと、まあ、ちょこっとパリーグもちょっと触れて、ね、おきたいんですけれども、はい、やっぱり先発は宮城投手ダントツです、ね、いや宮城はいいじゃない、はい、だセパ通して宮城投手 と、佐藤輝明選手がまあね2人が両リーグダントツ、うん、佐藤もすごいよな、そういう意味では。そうです、この2人やっぱすごいなって思いました。いや佐藤はすごいと思う。そしてです、ライオンズの選手が多いんですよね。1、2、3、4、5人、平投手、森捕手、山川選手、中村選手、源田選手、うん、まあ、よく頑張ってるけどね、はい、ただメットライフであるんでしょ、はい、オールスターが、はい、だからそういうこともあるよね。あ、ファンはせっかくメットライフでやる、うん、その西武の選手たちに、はい、やっぱより多く投票して出させてあげようとかさ、はい、
出てほしいとかさ、うん、そういう思いはたくさんあったと思うよ、はい、だからそれはもうそれで仕方ないのかなと思うけどね、うん、ファン投票がね、まあ、そうですね、やっぱりファン出てほしい、見たいっていう選手を推すわけですからね、まあ、まあね、そうですよね、うん、いやただやっぱり宮城投手であったり、あとやっぱり中継ぎの平投手であったりとか、平ね、はい、平投手ものすごいやっぱり差をつけてのトップであったし、うん、宮城投手も田中将大投手に差をつけての、まあ、すごいよな、はい、だからまあ世代交代も始まってるというかさ、そうですね、あと栗山が2000本まで、はい、あと二十何本でしょ、はい、栗山入ってないんでしょ、入ってない、ね、栗山入れてやれってそれだけ西武があれしてるんだったら栗山選手 DH で2位なんですよ、うん、ただレアード選手1位はこれ21万8428票なので、ちょっと10万以上、17万ぐらい票がついてるんですよね。でもこれ見るとさ、はい、ロッテの選手って全日本に1人も選ばれてないんだよ、はい、ロッテから唯一ね、はい、でもオールスターで選ばれてるのはレアードとマーティンでしょ。そうです、やっぱ外国人なんだな、あそこのチームは。そうですね、かこう支えているというか、あ、うん、ということなんです。あと日本ハムの選手がいない、はい、だからセリーグはジャイアンツ、うん、まあ日本ハムはしょうがないよね今ちょっと。いやいや、だって現時点でよ、はい、パリーグの借金を全部抱えてるんだから日本ハムは。そうですね、ありえるないですね、なかなか 5位まで5割だよ3チーム5割だから、だからどれだけ日本ハムの選手がね、お金をだからもう日本ハムに食われたチームは置いていかれるということ、はい、逆に考えるとそういうことですよね。そう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 、それはもうしょうがないよ、しょうがない。ただジャイアンツが選ばれないことに関してはこれね、昔ね、はい、日本ハムがね、はい、ほぼ全ポジションでファン投票1位になった時あったんだよ昔ね、はい、これは組織票が動いて、あ、みんなが選ばれたんだ。例えばその社員の方とか、とかね、一生懸命投票して、あ、昔あったんだよ、事件、はい、事件があったんだよ、うん、何人か辞退したんだよ、やっぱそういう事態にも落ちたことが。あ、そうなんですね。そうそうそう、あ、だから今年の日本ハムは正当だったんだこれ全員入ってたらちょっと まあ、びっくりすること、びっくりするよ、びっくりすることになりますけれども、うん、だからまあ組織票というよりもファン投票で、今インターネットでやるんでしょ、はい、そうです、うん、だからまあでもね、メットライフでやる西武の選手たち、うん、まあ、これを応援するのは当然だしね、はい、うん、で阪神が勢いがある、うん、まあ、これも当然っちゃ当然だよね、はい、ただ、うん、いいオールスターにしてもらいたいのは、今年震災が起きて10年、はい、今年仙台で、はい、まあ、楽天の本拠地、はい、楽天生命パーク宮城、はいはい、で行われるんで、はい、だからいいオールスターを、うん、見せてあげてほしいなっていう、本当に、まあ、選手たちが楽しく、はい、なんか力を与えるようなね、そうですね、そういうオールスターにしてほしいなっていうふうに思います。そうですね、うん、ただ大丈夫ですよ、豊さん、豊さんの大好きな坂本選手は、まあ、選手間投票だってありますし、まず間違いなく1位で選ばれる間違いなくオールスターには、ね、ベースがあると思うので。いや、それと俺が心配なのはさ、はい、全日本で選ばれてる人間、はい、これが選ばれるのかどうかっていうのがさ、あ、それちょっと何か動画でちょっと聞きたいですね。いやいや、比較して、うん、やっぱ最低さ、はい、24人選ばれてるわけでしょ、はい、この人間は全て入ってほしいよね。あ、なるほど、まあまあ、怪我してる菅野とかは無理かもわからないけど、はい、だけどなんかこうね、そうですよね、これ選ばれてほしいでしょ。やっぱり実力があっての選手がオールスターに行ってほしいっていう。いや、もちろんもちろんもちろんありますもんね、うん、はい、まああのね、仙台の皆さんには本当楽しんでもらいたいなっていうふうに、はい、まあ、思います、はい、はい。